宮城と山形を結ぶ観光道路、蔵王エコーラインが今日から冬季閉鎖されます先ほど、閉鎖を知らせる看板が設置され、ゲートが施錠されました体感としてはコートがいらないくらいの気温ですが、蔵王エコーラインでは、こちらのゲートがまもなく冬季閉鎖に入ります通行止めになったのは、蔵王エコーラインの全長およそ26キロのうち、 座王町の住川スノーパーク入り口から山形県上山市棒平までの16.5キロの区間ですきょうは管理業者が冬季閉鎖を知らせる看板を住川スノーパーク入り口のゲート付近に設置し、ししました今年は暖かいですね、えー、暖冬と言われていることもありまして、えー、気温が10度ぐらい、昼間でもです、ね、ありますんで、暖かいと思います。 また来春ですね、こちらの蔵王のほうの自然を楽しみに来ていただければと思います通行止めの期間は来年4月26日までを予定しています。